どうも、こたまです。本日はファイナルファンタジーレコードキーパーの星4の氷魔石ダンジョンへ挑戦したいと思います。メンバーはこんな感じです。まずラムザがフルブレペナブレ開幕必殺、パンちゃんがプロテガケアルジャ開幕必殺、ライジンがバーニングラッシュ内胆気泡、エースストライカー、こたばが怒りタクスエースストライカー、ダイナーがゴーエン、オメドラ、トリシンです。で、ウララちゃんですね。ではこれで行ってみたいと思います。よし、何度か行ってみたんですけど、めちゃくちゃ硬くて、ちょっととりあえずクリアを目指していきたいと思います。叫ぶ、即叫べる喜び。いや、めっちゃ硬いですね。あ、これが防御無視なんかな。んで、スタイナーをレジェンド解放して、わざとトランスにさせようかなと思います。で、シコちゃん。で、星さんの魔石の時は、30秒のやつは、モグの超絶を使って全部やりました。ただ今回は物理って言ってるんで、モグはお留守番ですね。最初に魔石の星さんの動画をアップした時結構似てる感じですね。魔石はボムを持ってきました。この弱体ですね。よし。飛んでから撃ったら必殺間に合うんで、ダイナはバーストで炎をまといます。雷神はオーラで待機なしで魔石を入れましょうか。ボンボン、ダイナーに託してトランスします。これダイナーのトランスが分かりにくいですよね。エーコとかガーネットとかジターンみたいに色がね変わるといいんですけどね、ちょっと見にくい。ヒビも確かないか。全然減ってへん。オバフルいきましょう。んで、敵が空飛んでる間に近距離がこう届かないですけど、炎の魔法キャラがあんまりうちいなくて、炎をまとえるキャラさえおらんのっちゃおうかなっていう感じで
なぜ物理で来ました。まあ飛んでるのも短いんで、降りてきてから攻撃したらいいかなという感じですね。いやー、しかも30秒以内でも結晶1個とかやで、そんなにまあ報酬にこだわる必要はないのかなと思います。まあ曜日で結晶1個とかも取れる環境になってきたんでね。ラッキーね。2回目の叫びですね。いけー、やっと半分、30秒ぐらいでやっと半分飛んだ。やっぱここまで硬いとちょっとチェーンが欲しくなりますね。うちあのチェーン持ってるのがイングズのチリチェーンだけなんで、他の魔石はやってないんでわかんないんですけど、まあ、全部こんな感じで硬いんですかね。初見の時は星さんの魔石のこの30秒切ったパーティーでそのまま行ってみたんですけど、回復が追いつかずやられました。バースト。まあ麻痺にしてくれって書いてあったんでペナブレ入れたら大丈夫かな。で、リフィアの超絶もゲットしたんで、あの一回入れてみたんですけど、超絶でまとってバーニングラッシュで4004発とかかな、そんな感じやったんで、ダメだみたいな感じで
っとアタッカーはもったいな、隊長に任せて保守的な感じでいきたいと思います。まあ、とりあえず買って星4の魔石とかを集めて再挑戦しようかなという感じですね。弱体が切れちゃった。タクしてあと2回ぐらいかな。スタイナーの超絶が氷炎雷をまとえるんで、氷炎雷はこの戦法でいこうかなと思ってます。これじゃ届かんかな。あれかな。あ、ちょっと残っとる。飛びそう。飛んだ。降りてきた瞬間やったる。ダイナーで待機しとこ。超絶でいったろ。オーラ入って降りた。よし、おりゃー。めちゃくちゃしとる。よし、なんとかいけました。こんな感じで他の魔石も勝つことを目標に行ってみたいと思います。行動回数落ちとる。保守的やでな。呼吸トス、エスケビンド、はい、ということで順番に他のやつもやっていこうと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。